パワーはこの階級だったら誰にも負けない自信はあります。結構友達とか金を稼いでて、自分にも何かできることないかなと探してて、ちょうどキックボクシングに出会ったんで、自分にはこれしかないと。もうみんなは金稼いでるんで、自分は一番人気になりたい、有名になりたいってところで、みんな追い越したいと思ってますね。はい、一応アマチュアでは8戦8勝で耐えてこれて、プロデビュー戦で1ラウンド KO 負けして、そこから火がついたって感じですかね。コータ・ブレイブリー選手絶対負けません。フィジカルとパワーでぶっ倒します。10月15日すごい KO 決着見せるんで、覚悟して待っておいてください。会場だったらみんな写真いっぱい撮ろう。